今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様です。どうも、前髪が長いね。働く細胞の実写やるじゃないですか。今日なのかな。出演者で丸森の阿部サダヲさんと芦田愛菜ちゃんが10年ぶりに再共演みたいな。めちゃめちゃさ、丸森とかさ、世代なわけ。そう、あのめちゃめちゃ子役全盛期みたいな時代、あれが私、あの子たちが2個下なんですけど、ちょうど妹と同い年の世代で、なんかだから子供ながらにその印象がすごく強くて、そう、ね、そうそう、あ、そう、二十歳になってましたね、それは。そうなんですよ、妹もだから今年11月で二十歳だね。そうそう、いやだからなんか同世代だけど、なんかやっぱお姉ちゃんをやってたので、妹と同い年っていうだけで、あのなんかすごいなんかお姉ちゃんぶっちゃうんですよね。そのお姉ちゃんぶるっていうか、その年上ぶってしまうんですよね。があるあるですけど、まあでもそう、丸森ね、めちゃめちゃ世代だから、あの時期のね、ちょっと働く細胞がまたさらにもう一つ、あの気になる映画になりましたね。妹も二十歳か、信じらんねえな。そうそう、春と同い年なんです。小声さんと、小声のはるかさんと同い年なんで、妹は。そう、妹と同い年ってだけで、妹となんか同じような扱いをしてしまうってあるあるだと思うんですけど、佐藤楓さんも私と同い年の妹さんがいらっしゃって、なんかそれが多分ね、基準でね、私のこと妹扱いするんですよ、あの人は。うん、あの人は。そう、でもなんか普通に前になんかの仕事のリハーサルかなんかの時に、そのご家族で迎えに来てて、帰りが多分お母様とかいらっしゃって、で妹ちゃんも一回なんかパッて見た時に、私最初お姉ちゃんかと思って、そうって思ったら妹だった、私と同い年の。いや、お姉ちゃんだと思ったんですよ、パッと見た印象が、ビビビと。そう、違った、妹の方かいって。まあね、そうそう、なんか話合いそうなんだけどね、こう帰りの話を聞く限り、そう話してみたい。でもな、私もさ、別にこうなんか人と話すのが得意なわけじゃないのよ、こう見えて。そう、別にコミュ力あるように見せてるだけだからさ、そう、別にコミュ力がないわけじゃないんだけど、そんなにこうわざわざ人となんか新たに会話する機会を作るタイプじゃないからさ、そう
別にこう友達がいっぱい欲しいです、友達100人できるからみたいなさ性格じゃないからさ今はもう、昔はちょっと忘れちゃったけど、昔はもしかしたらなんかあれだったかもしれないけど、まあどっちかっていうとなんか引っ越しが多くて、私小学校とか幼稚園とかで引っ越した先々で、結局やっぱなんかその何生きていくためにこうなんか知り合いを作らなきゃいけないから、なんかまあか適応能力が高いだけなんですよね、多分どっちかっていうと。そうだからコミュ力が高いわけじゃないっていう、これが私の結論ですね、うん、ギフトもありがとうございますね、妹論でした。うん、性格だよね、やっぱこう生まれ育った環境は私に関してはまあいろいろいろんな要素あると思うんだけど、長女とか、そう長女だという要素と、あとはその引っ越しが多いっていう要素と、でも多分これが大きいんだろうなって、あとなんかそれ以外特筆した点あったのかな、パパがホームビデオを撮るのが好きとかなんかそれありそうなんだよね、こうあのねディズニー行くたびに今日はどこに来ましたかディズニーランドっていう動画が毎回あって、でちっちゃい時は1年に1回は必ず、私が中学生に上がるまでは毎年絶対ディズニーは何回か行ってて、で多い時は本当に多くて、なんか昔プリンセスのパレードのイベントの時期の時に月に3回とかなんか3ヶ月で5回ぐらい行ったみたいな、なんかね、そうこの前調べたんですよね、ちょっと何年か前にっていうぐらいちっちゃい頃はよく行ってて、そうオーロラ姫、何の仮装したんだっけな、子供って仮装できるので、だからオーロラ姫のなんか服を作ったんだか買ったんだかで着てましたね。毎月毎月行ってるわけじゃないですよ、その時期はなんか妙にいっぱい行ってたなみたいな、そうでもなんかパパもママも好きだから、ママディズニー好きで、パパがなんかサプライズするの好きだから、多分喜んでもらうのが好きなのか分かんないですけど、そうっていうのがあってなんかちっちゃい頃に夜中に寝てる状態でパジャマのままあの車に乗せられて、で車で行くんすよ、そう舞浜まで車で行って、起きたらもうディズニー着いてるみたいな、気づいたら連れてこられたこともあったし、明日はディズニーだよっつってっていう時もありましたし、まあちょっともう子どもの頃の記憶なので、あ埼玉の時じゃないですね、それは東京ですね東京かもしくはなんなら新潟の時もあったと思いますよ、新潟から全然あったわきっと、そうでもちょっとねやっぱねなんか昔の記憶が本当に最近ねなくて、なんか NCT 入ってからこう記憶媒体をよく使うからかなんかわかんないけど、そうマジでねここ数年というか今までの人生の記憶がね本当にね思い出せない、そうびっくりするほど、だからもともと私エピソードトークとか
得意じゃなくて、都合のいいこと悪い、ん、都合のいいこと、ん、なんかなんかね、思い出あんま作んないタイプなんですよ。なんかそのトリガーがないと引っ張ってこれないの。だからラジオとかでもメンバーとこう話してて、あの時ああだったよね、こうだったよね、あそういえばさっていう風に思い出したりするタイプで、だからなんかそう、最近あった嬉しいことはって聞かれて、ってなっちゃう。そうそうそう、とにかく今を生きるのに精一杯なんでしょうねきっと。そう、そういう感じで、だから子供の頃の話とかも話してて思い出すんだよね。ホームビデオ撮ったわとかさ。私は白雪姫のことを皆さん何て呼びますか？白雪姫ね、あの毒インゴを食べるっていう、そう、雪のように白い肌と、漆のような黒い髪と、そこに垂れた赤い血のリップ、それが白雪姫なんですけど、そう、いや、そう、なんか赤ん坊の頃に白雪姫のことをなぜか私はスノーホワイトと呼んでて、スノーホワイト、スノーホワイト、スノーホワイト、なんで本当にそれは何がきっかけでそう呼んでるかもママ知ってんのかな、本当に知らないんだけど、スノーホワイト、スノーホワイトって呼んで、しかもそのちょっとネイティブ風そう、ちょっとなんかスノーホワイトとかじゃなくて、多分スノーホワイトみたいな、多分ね、なんか記憶だとそっちなんですけど、なんでそう呼んでんだよみたいな、いやー謎ですよね、子供の時ってね、なんかそっちが、そうそうそう、なんで、なんでなみたいな、そう、なんか聞いたんかな、それかやっぱあんかな、なんかちょっとこう前世の記憶みたいな部分なんですかね、うん、いや絶対白雪姫の方が聞いてると思うんだけどね、そう、なんでノーホワイト、ノーホワイト、ノーホワイトって呼んでましたねはい、いやもうほんとちっちゃい頃の話で、多分ちょっと私もね、記憶、私の記憶というよりかはあの両親に聞いた記憶の方が強いので、そう、なんかそういうありますね。でちっちゃい頃好きなプリンセス何だったかもう覚えてないもん。何だったんだ、アリエル、いや違うな、オーロラ、多分オーロラなんだよね。でもちっちゃい頃に眠りの森の美女を見た記憶ないんだよな謎だよね。それはカメラに残ってないの、残ってんじゃないかな、ちょっとわかんないけど、そのパパが撮ったビデオをわざわざさ大人になって見返すことはないからさだからどのあとまあ普通に消してるかもしれないしね、どのデータが残ってるかわかんないけど、うん、そう、前世の記憶、先生の記憶から分かんないけどね。ノーホワイト、ノーホワイト。あとなんかその三村ひのが前世の記憶引き継いだエピソードで話すと、あの大体皆さんってこう何歳ぐらいの記憶ならありますかねって感じなんですけど、私記憶まあ別にない、さっき言った通りないんですけど、何歳から日本語喋れましたかって言われたら。なんか難しいじゃないですか。私なんか七五三でこう親族が集まってくれたタイミングがあったらしくて、その七五三、三歳の時にその集まってくれた親族に向かって、今日は私のためにお集まりいただきありがとうございますって言ったらしいんですよ。三歳で、三歳で本当にそれ嘘じゃないって、なんか日本語使ってたらしいですね、3歳で3歳でっていう、いやそう、全然私それ記憶ないですよ、そんなことしたんだみたいな、そもそもそんな集まりあったんですかって話なんですけど、どこで一体覚えたんだろうみたいな、うん、なんかざっくりそういう話を、敬語を使ってたらしいです、とにかく
今日は今のためにお集まりいただきありがとうございますないのかなホームビデオ、そう、わかる、生誕スピーチみたいなそうそうなんですよ。小学校1年生の時にもう小学校6年生だと思ってたからね、自分自身。そうねえ、本当にね。まあ、でも意外とこう今時の子供たちはなんかこう触れる機会が多いじゃん、アニメとかさ、スマホとかさ。そうだから、なんか意外と子供ってなんか成長早いし喋るよね。マジで2、3歳がいっちゃん可愛いからな、お子ちゃまは。いや、そうだから人生何周、本当に三浦さんは人生を複数ね周回してるよねみたいな言われること本当にあるんですけど、全然自分はその気がないので、別にね、なんてことないですよね。人生周回してたらコナン読まないよ、105巻分もう一回って。前世の記憶でコナン読んでるかもしれんやろっつって。そうそうそう、え、そうだから小学校1年生の時私もコナン君みたいに喋ってたかな、どうかなって思って、ちょっとホームビデオ見返してみたいな、今度暇があったら。そう、あの世界の、あの米花町の世界の小学校1年生と三浦日の小学校1年生比べて、やっぱコナンが化け物だわって思うか、意外と私喋ってんなってなるか気になるね。まあ推しの子のさ、赤ん坊ルビーとアクアが赤ん坊の0歳1歳の時にめっちゃ喋るみたいな、我はアマテラスのっていう部分があるんですけど、そう、あれできてるかもしれないからねそんなことないですけど、はい、ということでありがとうございました。声がちょっとね、歌ってるからちょっと疲れの枯れ目ですね。枯れてはないけど疲れ声ですね。壇上読みます。13位ゆかおしじいさん、12位わたちゃんさん、11位さけこういちさん、10位いちたさん、9位しんいちさん、8位ゆきりん55さん、7位むつきさん、6位ひよりげたさん、5位たむひろさん、4位えいたろうさん、3位とうごさん、2位あずきさん、1位よったさん、ありがとうございます。おしゃべり会受付中です。8月18日の、2、3、4部のうちの4部かなが残りわずかになってました。ありがとうございます。コツコツと、はい、4時受付かが5時、ちょ、ま、毎日あるか分かんないなが、明日の昼までだと思いますので、ちょっと毎日やってますね今ね。よろしくお願いします。ということで今日も一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日、おやすみ村。ぶつけちゃった、痛いの痛いの飛んでけ。おやすみ村、バイバーイ。